そ倒そう。当然だ、行くぜ。強そうだけど負けないよ。連続よ。速攻。おりゃ。当てる。そこ。正解。連続よ。はいぞ。行くよ。僕に任せて。当てる。当てよ。吹いて。そこだ。よ。当てる。飛んでけ。特訓の成果だ。もういける。最後だ。よ。これで逆転。一気に行くよ。僕に任せて。当てる。そこ。そこだ。そうだよ。これとこれ、こっちのも使おう。これでどうだ。カオ君、援護してるよ。当てる。妖精さん、お願い。正解。当てる。連続よ。どうだ。無駄なし。ほらよ。当てる。僕に任せて。そこ。まだまだ。とりあえずそこだ。しまった。はあ。そこ。特訓の成果だ。まだまだ。最後だ。当てる。これで切る。そこ。一気に切り裂けるよ。ライザ。ライザ。行くよ。もらうぜ。お前の力。当てる。連続よ。どうだ。まだまだ。逃がさない。ほらよ。冷たいよ。ダメだ。どいて。当てる。逃がさない。これが私の最高の一撃。飛んでけ。一発で決める。グランシャリオ。これで終わり。うんうん、悪くないね。当てる。僕に任せて。おや。チャンス。そこ当てるよ。当てる。そこ。これとこれ、こっちのも使おう。そこだ。はぁ、飛んでけ。当てる。僕の成果だ。まだいける。貫く。キラリ。当てる。そこ。まだまだ。ほらよ。とはどうしようかな。これでどうだ。援護するよ。さあ始めるよ。戦況を変えるよ。さあ始めるよ。一気に行くよ。はっ、おりゃ。せっ、ほらよ。当てる。ライザー行くよ。まだまだ。正解。連続よ。どうだ。当てる。連射。行くか。そこ。まだまだ。そこ。僕に任せて。当てる。風よ吹いて。キラリ。そこ。当てる。
俺にかかりゃこんなもんさ。ちょっとは成長できたかな。もっともっと強くなるぞ。まだまだ強くなれそうだぜ。ちょっとは強くなれたのかな。怪我はないかい？はい、タオさんも無事みたいですね。しかし、何だったんだあの石像は。どうしてこんなところにいたんだ。お？なんだ？あの光ってるやつは。え？おい、むやみに近づくんじゃ。多分大丈夫よ。ちょっとだけ見てて。不思議なやつだな。レントだったか。遅くなったが、助けてくれた礼を言わせてくれ。私からも本当にありがとう。礼なんかいらねえよ。むしろ俺はお前らに謝らなきゃいけねえんだからさ。この前はひどい態度取っちまって本当に悪かった。旅に出てからいろいろあってさ、俺少しイライラしちまってて。そうだったんだ。けどゼフィーヌさんに言われて思い出したんだ。お前たちのこと何よりも大切な友達だってことを。だから俺あんな態度取っちまった後だけど、やっぱりお前たちと一緒にいたくてさ。もちろん大歓迎だよ。バカだなレントは。そんなの僕たちだって一緒だよ。そうだよ。またレント君が一緒に来てくれるなら私も嬉しいよ。お前ら許してくれるのか。当然じゃん、友達なんだからさ。ありがとな。またよろしく頼むぜ。私もみんなに謝らなければならない。ごめんなさい。セリさん、私はあなたたちの力を利用した。この遺跡にどうしても来たかったから。見ず知らずの私を仲間に加えてくれたあなたたちの優しさを利用してしまった。ごめんなさい。何かすごく大切なものを探してたんだよね。そ
そうじゃなきゃ見ず知らずの私たちとこんな危ないところに来ようなんて思わないだろうし。確かに私たちが悪い人だったら利用しようがなかったよね。少なくとも悪い人たちとは思わなかったってことだと思うし、気にしてないよ。あなたたちのその優しさに甘えるみたいになってしまうのだけれど、もしよければこれからもあなたたちと一緒に行動したいの。探してるものってそんなに大切なものなんだ。それもあるけど、今回の探索を通じて思ったの。あなたたちの力になりたいって。うん、そういうことなら大歓迎だよ。よろしくね、セリさん。一気に仲間が増えたね。なんだか楽しくなってきたよ。まあ、遺跡の探索はこれくらいにして一度町に戻らないか。そうね、次の遺跡の手がかりも探さないとね。さてと、一度今の状況を整理しよう。ああ、そうしてくれると助かるぜ。遺跡の調査はタオが始めたことなの。あの遺跡が作られた時代の調査をするためにね。それでその調査の中で見つけた伝承の中に錬金術に関係してそうなものがあったんだ。なるほど、だからライザも王都に来てたってわけか。そう、それでこの王都の周辺には全部で5つの遺跡があるみたいなの。そんなにあんのかよ。うん、文献を見た限りはね。それでこれが本当に分かってないんだけど。この子フィーがその遺跡と何かしらの関係があるみたいなの。あの水晶ね。うん、今までの遺跡にもあれと同じものがあって、それに触れるとフィーはすごく元気になるんだ。何か関係があるのは違いないのに、その理由が分かりませんね。うん、そもそもフィーがどういう子なのかもよく分かってないし。けど新しい遺跡に行くたびに確実に僕らは新しい情報を手に入れてるんだ。5カ所全部の遺跡を回ればきっと全ての謎が解けると僕は思ってる。けど問題はこの先だよね。そうだね、何も手がかりがない。みんな疲れてるし今日は解散しようか。時間が経てば何かいい案が思い浮かぶかもしれないし。その方が良さそうだ。俺も少し休みて。僕はもう少し文献を探してみるよ。ボスも事情を話せば手伝ってくれると思う。それじゃ今日は解散。フィーフィー、ありがとう。大丈夫だよ、遺跡はきっとある。なんとなくだけどそんな確信が私の中にはあるんだ。え？こんなこと言ったらクラウディアやレントが呆れるかな。とにかく今はタオとボースを信じて待つしかないよね。それまで私は私でできることをしよう。いい感じいい感じ。あ、ダメだよフィー、調合中は危ないからね。あっちに行ってて。
それは使えるかも。ごめんね、フィー。これを読み終わったら遊んであげるからね。お待たせ、フィー。何して遊ぼっか。あれ、フィー遊ばないの？ありゃ、拗ねちゃった。こうなったら、そりゃ、こちょ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 。ほらほら、むくれてる困ったちゃんはこうだぞ。それでさらに、こうだ、わしゃわしゃしゃ。どうだ、まいったか。機嫌を直してくれたみたいでよかった。私も子供の頃はこんな感じだったのかな。それで伝承とやらはどうなってるんだ。どうにもこうにもならないって感じ。考えれば考えるほど謎が深まる気がする。ふん、タオから時々聞いてはいたが、全く進歩なしだな。何よ、そんなこと言うならボスだって協力してくれてもいいじゃない。魔を食う獣は宵の道より現れた。光り輝く神秘の精。ああ、タオから聞いて覚えたんだ。魔を食う獣は宵の道より現れた。光り輝く神秘の精。愛せばより光り輝き、我らに持たざる宝を与える。え、ちょっと待って、愛せばより光り輝きって何？ふん、俺様が調べて知った伝承の一部だ。タオにはもう話してある。伝承というくらいだからな、高齢者を中心に話を聞いて回れば何かしら手に入るものだ。ボース、まさか引き込みしてくれたの？課題で年寄りと少々話す必要があってな。そのついでだ。聞き込みなどするわけがないだろう。光り輝く神秘の精。愛せばより光り輝き、我らに持たざる宝を与えるか。なんか特徴的にフィーっぽくない？そんな気はするが、俺にはわからん。だが、もしそうだとするなら、こいつの種族は伝承に残るくらい遺跡に関与していたことになる。まったく、よくわからん生き物だ。ふぃふぃ。お前のことだぞ。けど、遺跡に行けばフィーは元気になるし、この先すごいことが起こるかもしれないよね。はあ、能天気なやつだな。伝承よくわかったね。ありがとう。俺はお前たちにはでかい借りがあるからな。ん？何？不甲斐ないやつらだと言っただけだ。お前もいつまで頭に乗ってる。もうフィーに八つ当たりしないでよね。帰るの？ああ、用は済んだからな。そっか、手伝ってくれてありがとね。ふん、今だけだ。これ以上は手伝わねえからな。まったく素直じゃないんだから。
失礼する。ウォルカーさん、どうしてここに？どうしても何も、私はここの大家だが、来てはいけなかったかね。いえ、突然で驚いただけです。私とて時には自らの足で視察したりもする。今日は君に頼みたいことがあってね。できるかね？はい、大丈夫ですよ。これが発注書だ。確認してくれたまえ。はい、これならなんとかなると思います。そうか、ではよろしく頼む。ウォルカーさんがわざわざ来るなんて、大事な依頼なのかな。頑張らないと。どうですか？これは驚いた。想像以上だ。この短い間に一体何があったのかね。何がって言われてもな。遺跡でいろいろ新しい素材を見つけたからかな。まあ、私も毎日頑張ってるってことです。まだまだ発展途上なので。なるほど、それは末恐ろしいな。今後も頼らせてもらうとしよう。はい、私にできることなら。この本にも遺跡の手がかりはなしか。タオでも見つけられてないのに、簡単にあるわけないよね。そういえばフィーはどうしたんだろう。いつもなら遊んでって来るのに。こんなところにいた。遊び疲れたのかな。最近よく寝てるな。遊び回るのも大変だけど、これはこれでちょっと寂しい。感じかな。霧もいいし、少し休憩。フィー？ん？元気ないけど、どうしたの？お腹すいた？フィー、まさか、病気とか？ライザ。あ、アンペルさん、リラさん、いらっしゃい。ごめん、今はちょっと。これはリラの予想が当たったか。ああ、おそらくな。ライザ、少しいいか。うん。リラさん？やはり。アンペル、あれを持ってるな。ライザ、これを使え。この生物を助けたければ、これを使って薬を調合するんだ。え？事情は後で話す。
今は私を信じろ。うん、分かった。フィ、少しだけ待ってて。フィ、これを飲んで。薬だよ。フィ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 、よかった、元気になったんだ。ありがとう、アンペルさん。でも、どうしてフィーを元気にする方法を。それについては私から話そう。単刀直入に言う。お前たちがフィーと呼んでいる生き物、それはこの世界のものではない。お前たちが異界と呼ぶこことは違う世界、つまり私と同郷ということになる。異界の…でもフィーはオーレン族じゃないよね。当然だ。お前はあそこに住むのがオーレン族とフィルッサだけだと思ってるのか。私も目にするのは初めてだが、フィーと似た生き物について聞いたことがある。だが問題はそこじゃない。そいつはこの世界では長く生きられない。おそらく異界に漂う魔力がなければ生きられないのだろう。異界の魔力って、じゃあフィーを元気にしたのは。私が渡した石、あれは異界の魔力を秘めた石だ。旅の途中で偶然手に入れたものでな。そういった事情だから、残念だが私が持っているのはあれ一つだけだ。でも二人なら異界の門がどこにあるか知ってるんじゃない。そこから異界に行けば。すまないライザ、調査はしているが、私たちもまだこの付近では門を見つけられていない。そんな。あ、そうだ、遺跡の奥にある水晶。アンペルさんとリラさんも見たよね、遺跡の奥にあった大きな水晶。まだ見つけてない遺跡にも同じものがあるかも。落ち着けライザー、一体何の話をしている。遺跡にあった水晶に近づいたらフィーが元気になったの。その後水晶の光は消えちゃったけど、もし同じものがあればフィーを元気にできるかもしれない。あの水晶。なるほどな。だが他の遺跡の場所は分かってるのか。それは今探してるところだけど。そうか、そういうことなら私たちも手がかりを探してみよう。ありがとう、リラさん。どうした、アンペル。少し調べたいことができた。遺跡の手がかりは任せてもいいか。それは構わないが。アンペルさん、大丈夫？気にするな。お前たちはお前たちのやるべきことをやれ。行くぞ、リア。ああ、またな、ライザ。うん、またね。じゃダメかな。アンペルさんが持ってた魔石はもうない。遺跡が見つかれば手がかりがあるかもしれないけど、フィーが元気なうちにこっちでも生きられるか異界に返してあげる方法を見つけなきゃ。錬金術ができる力が。新しい遺跡が見つかればきっと。フィーフィーフィーフィ
元気づけてくれてるの？ありがとう。うん、そうだ、落ち込んでる私なんて私らしくない。タオのところに行ってみよう。もしかしたら何か手がかりが見つかってるかも。フィー、おーい、ライザー。あ、タオ。あ、ちょうどよかった。私もタオを探して。見つけたんだ。え、新しい遺跡の情報やっと見つけたんだよ。本当に？嘘じゃないよね。あ、うん、行ってみないとわからないけど可能性は高いと思う。よし、急ごう。タオはパティとレートを呼んできて。私はクラウディアたちを呼んでくるから、後でアトリエに集合よ。あ、わかった。新しい遺跡、フィーを助ける手がかりが何か見つかればいいんだけど。伝承の中に2行にわたって書かれているものがあってね。どうやらそれぞれ一つずつ別の遺跡について書かれているようなんだ。それって2つ？どういうこと？そうなんだよね、僕も最初は驚いたよ。じゃあ一気に2箇所分かったってこと？いや、さすがにそれはないよ。それでも1箇所だけは判明したよ。それで新しい遺跡の場所はどこなの？オートの東、街道から外れた森の奥、そこにまだ見つかっていない遺跡があるはず。え、その方向って？うん、渓谷の奥にあった遺跡からさらに進んだ先に目的の遺跡があるみたいなんだ。あの遺跡、そんな奥まで行きましたっけ？わかんない、もしかしたら幻影に包まれてる可能性もある。伝承には死者の国の先を目指す旅人は幻の国を見るだろうってあったからね。おいおい、死者の国ってのは穏やかじゃねえな。だがもしそれが本当なら、今まで誰も足を踏み入れていない可能性もあるってことか。こいつは何か貴重なお宝が残されている予感がしてきたぜ。残り半分の伝承はどうするの？まだ解読できていないんでしょう？うん、並行して情報を集めつつ解読って感じに進めようかなって考えてるんだけど。とりあえず一度行ってみようぜ。もう一度探したらなんてよくある話だろ。それにせっかくタオが見つけた手がかりなんだ、じっとしてたらもったいねえよ。レント、ごめん、少しだけいいかな。遺跡に向かう前にフィーについて話しておきたいことがあるの。実はアンペルさんとリラさんがアトリエに来て。おいおい、異界？本当にそんなものがあるのか？本当よ、私もその異界から来た一人だから。マジかよ、もしかしてとんでもねえことに首突っ込んじまったか？それどころじゃないよ、このままじゃフィーちゃんが生きていけないなんて。大丈夫、私は諦めてないよ、絶対に手がかりを見つけてみせる。あの水晶があればフィーは元気になるんだろう？ならそいつを取りに行くしかないぜ。フィーちゃんが助かるならどんなに危険な遺跡でも構わないよ。そうさ、フィーは僕たちの大切な仲間なんだ、このままになんかしておけないよ。私も、フィーは私の命の恩人ですから。やれやれ、
ここまで付き合ったんだ。最後まで付き合ってやるよ。もともと俺には遺跡を探す目的があったからな。今さら引き下がれねえ。私もよ。目的が一つ二つ増えたところで問題はないわ。ありがとう、みんな。そうと決まれば目指すは東の遺跡よ。ああ、ここがこの遺跡の一番奥か。うん、多分奥に行く道があるとすればこの辺りだと思うんだけど。それじゃあ探してみるとしますかね。ライザ、どうかしたの？あ、ごめん、少しアンペルさんの様子が気になってさ。アンペルさん？フィーちゃんと遺跡の水晶について話をした時のこと？うん、アンペルさんは何か引っかかってたみたいだった。それって何だったのかなって。水晶に異界の魔力。遺跡を作った人たちは何に使ってたんだろうね。ライザー、クラウディア、セリさんが何か見つけたってよ。行こう、クラウディア。うん。この奥よ。この奥って崖なんだが。向こう側からこの遺跡と同じ力の流れを感じるわ。そうは言ってもとても渡れませんよ。ライザ、できる？え？錬金術ならできる。飛び越えるのは難しいけど、橋を架けることならできそうな気がする。橋なら任せろ。旅の途中で川や崖を渡るのに木を切り倒して橋代わりにしたことがあるんだ。どこかにでっかい木があれば。錬金術で橋を架けるからそれでいい？そうならお願いするわ。うん、任せて。こんなのどうかな。何にしようかな。入れる場所は、
何入れよっかな。次はどうしよっかな。何をしようか悩んじゃうな。何入れよっかな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。うまくいくかな。やった、できた。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。感じかも。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。何を入れよう。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何をしようか悩んじゃうな。何入れよっかな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。どれもよくて悩んじゃうな。感じ、さすが私。どれを強化しようかな。入れる場所は。何にしようかな。どこに入れようかな。何をしようか悩んじゃうな。入れる場所は。
何入れよっかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。お、いい感じかも。さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。いろいろやってみたいな。どれにしようかな。うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。できた。これならあの崖に橋を架けられるはず。待っててね、フィー。フィーフィー。これでよしっと。よしって何も起きないぞ。まあまあ見ててよ。これで先に行けるでしょ。こいつはすげえ。木が一瞬で成長するなんて。錬金術ってこんなこともできるんですか。いや、俺が知る限りこんなのは初めてだな。とにかく先に進もう。セリさん、道案内お願いできるかな。向こうの方から強い森の魔力を感じるわ。ついてきて。セリさん、どう？間違いないわ。他の遺跡と同じ魔力が森全体に通ってる。いえ、今までよりもずっと強い。この辺りの異常なほど強い森の匂い、これもその力のせいなのか。木だけじゃないわ。これだけ強い魔力ならおそらく魔物も。ああ、強い魔物の気配をビリビリ感じるぜ。え、そんなに強い魔物がいるの。タオさん、しっかりしてください。まだ魔物が現れたわけでもないのに。みんな気をつけて進みましょう。毎度謎なんだが、こんな石からどうやって金属を抽出するんだか。えい！
ってる薬苦いんだよな。とりゃーなんだ余裕余裕。当てる。そこ連続よ。そこ当てる。そこカイザー行くよ。連続よ。当てる。そこに寄せてください。当てる。吹いて援護して。当てる。そこそこやそこ。まだまだ伸びろ。まだ一発危険。当てる。小鳥ちゃんさん合わせて。当然の結果よ。素材に使うなんて本当に錬金術の素材って何でもありね。ティアえい。これそのまま食っても効果あるんだよな。すごい。壊した時に何度助けられたことか。こんなところが。糸ってのは急な大怪我の時にも使える便利な道具だぜ。あった、これこれ。これうちの大将でも扱ってる材料だ。とりゃなんだ余裕余裕。当てる。連続よ。そこ伸びろ。そこ正解。連続よ。ライザ行くよ。任せてください。伸びる。そこ風よ吹いて。援護して。そこや当てる。届いて。まだ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 援護するよ。そこ当てる。ライザ任せるわ。グレーター連続よ。どうだ。そこ連射。当てる。巨大の一撃。任せてください。まだまだ。そこ行きなさい。問題なしよ。この辺りの草でも錬金術に使えるのかね。あ、何よここ。よ油断は禁物だよ。当てる。そこ正解。連続よ。そこ当てる。伸びろ。そこ正解。連続よ。行くよ。そこ当てる。任せてください。伸びろ。妖精さんお願い。当てる。そこやそこ。そこ届いて。まだ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 。伸びろ。あっち危険。受けて。当てる。もやしカペルチ。それを援護するよ。まだまだ大丈夫。連続よ。当てる。どうだ。そこそこ連射。まだまだ無害の一撃。どいて。当てる。任せてください。そこ小鳥ちゃんさん。そこまだまだ、はあ、伸びろ。届いて。行け。まだまだ当てる。あいつ危険。抜けた。そこ、はあ、当然の結果よ。
ちょっとは成長できたかな。もっともっと強くなるぞ。私もまだまだ成長途中のようね。実戦で得た経験無駄にはしないわ。食ってたっけ。
このサイズなら一匹でもみんなお腹いっぱいになりそうだね。あった、これこれ。材料のまま使うと毒なものもあるらしいけど、これもそうなのかしら。いいな、絶対うまいだろうな。ほっ、何が出るかな。石ころなんか使ってライザは何を作る気だ。島に比べて王都は鉱石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。あった、これこれ。新鮮な木の実は土の香りがするのね。確かにこれは食材じゃなくて素材ね。ただの石ってこれでいいのかしら。そもそもただの石ってどういう石なの。持ちすぎかも。これはいい気を、私が保証するわ。出てきましたね。森の中は霧になりやすいと聞きますが。だがこいつは普通の霧じゃなさそうだぜ。こんな色の霧見たことがねえ。あの花、あれがこの霧を生み出しているようね。ちゃ、嫌な花を見ちまったぜ。レント君、何か知ってるの。旅の途中で似た花が咲いている森を通ったことがあるんだ。そこもこんな感じで嫌な色の霧に包まれててな。地元の奴らからは人食いの霧って呼ばれてたぜ。人食い。その霧には毒が含まれてて、吸ったら最後死んじまうからさ。毒の霧？どうしよう、早く逃げないと。慌てんなよ、吸っても死んでねえだろ。この霧は毒ってわけじゃなさそうだ。あ、そっか。ん？ねえ、ちょっとこれ見てよ。気づきにくいけど、これって遺跡の一部じゃないかな。言われてみれば
分かりづらいけど、あちこち同じようなものがあるみたい。じゃあここはもう遺跡の中なのか。そうみたいね。やっと見つけた。な、何今の。この森の主、私たちを警戒しているのね。ここが遺跡なら私たちだって引き返せないよ。いつでもかかってきなさい。帰り討ちにしてあげるんだから。